いや皆さん前半終わりましたけれども、生演奏いかがですか。すごい迫力ですね。それでは休憩が、10分くらいあるということで、ちょっとお時間を頂戴してですね、ちょっとご挨拶をいただきたいというふうに思います。はい、はい、アメリカンパトロールです。よろしいでしょうか。それではちょっとご挨拶を頂戴したいと思います。ここ地元入間市商工会会長のと同時にですね、埼玉県議会、議長であられます斉藤正明様においでいただいております。それでは斉藤正明様、ご挨拶お願いいたします。皆さんこんばんは。いやこの祭り何回目だか知ってますか。さあ、今年は29回目となりました、ね。今日はこの演奏を聴くためにもう2時間以上前からね、カメラをセットしている方がいらっしゃったとお聞きしました。本当にあの熱心な方々、こうして大勢集まっていただいて、このお祭りを盛り上げていただいて本当にありがとうございます。今ですね、この入間市の人口はどのくらいか分かります？15万7500人なんですね。それでですね、今商工会に入っている会員の方、事業所、大体2650件の方が入って、この入間市中いろんなところで地元を盛り上げていこうということで頑張っておるわけでありますけども、実はですね、ここにはその隣に、豊岡中学校がありまして、その後ろに豊岡小学校がありました。この2校を基地跡地に移転をして、こうした建物ができたわけでありますけれども、いろんな方が工夫をして、こうしたですね、舞台を作ったりね、また、集会場を作ったり、そして地元の方々が、年に、何回かお祭りをしたりして頑張っております。ぜひとも、地元で皆さん一生懸命お買い物をしていただいて、このお祭りがいつまでもいつまでも長く続くように、ご支援をいただければありがたいなというふうに思います。再来年になりますとね、東京オリンピックもありますから、皆さんある程度の方を見ますとね、方は2回目のオリンピックを迎えると思いますけど、ね、いくつとは言いませんけどもね、あちこちから世界から、この日本に参ります。ですから国際交流って本当に大事でありますから、まあ、こうしたね、横田基地から大勢の方がこの入間のために、日本のために演奏を来ていただいて、皆さんがこうノリノリでね、交流ができると本当に嬉しく思いますので、いつまでもいろんな国と交流を図って、そして平和な日本が続ければありがたいなというふうに思います。それでは最後まで皆さん、精一杯応援をして楽しんで、良きひとときを、またいい思い出をたくさん作っていただきたいと思います。重ねて、地元の商店会応援をしてください。皆さん今日はありがとうございます。斉藤正明様、どうもありがとうございました。それではここからはですね、少し、今日のフェスティバルのお話なんかをですね、していきたいと思います。私はこの1号公演、アポポ、商店会振興組合の永井と申します。で今日はですね、2号公演で司会をされた、入間ケーブルテレビの長澤さんにお越しいただきました。はい、申し遅れましたが、私先ほどまで2号公演で司会をしておりました入間ケーブルテレビの長澤きららと申します。少々お付き合いください。よろしくお願いします。今日はですね、今も斉藤会長お話し合ってるんですね、はい、まあ、29回目の、フェスティバルということで、2号公演ではどんな、演目が盛り上がりましたでしょうか。2号公演はですね、もう暑い、今日は本当に気温も暑かったんですけど、さらにこう暑い、みんなが盛り上げてくれて、何が一番良かったってちょっとこう落ち着けがたいんですが、そうですね、昨年ですとこちら1号でですね、はい、東野高校さんがのダンス部がですね、全国大会に出る直前ということで、はい、こちら披露されてすごいなと思って、今日2号公演で、ね、はい、ダンス部が披露してくれたり、かっこいいですね。やっぱりはやっぱり盛り上がりますよね。あとジュライショースクールの子たちが100人ぐらい来てくれて、はい、踊ってくれてすごかったんです。でちっちゃい子たちが今流行りの USA の踊りをやってくれて、ちょっと私も一緒に踊ろうかなと思ったんですけど、ちょっとさすがに夕方なので、あ、そうですね、USA ってことで、はい、踊って
ね。あとフラダンスのスタッフの方たちがフラダンスしてくれて、はいはい、もうハワイの風が吹きましたね。アロハーみたいな、ね、そうですね、はい、こちらでもフラダンスね、はい、やっていただいて団体もいらっしゃってね。あ、そうなんですね。アロハな感じで、はい、していました、でこちら中央公園はですね、はい、そうですね、E-Kids という小学生のダンスの6人のグループの方がですね、これも東日本の大会で金賞を取ってですね、で今度は全国大会に出るんだというような団体の方がいらっしゃって、まあ、割と綺麗なね、こうダンスをされてましたね。あ、すごいですね。あとはですね、女性の、まあ、ダンサーで、うん、ベリーダンスという中東 の、はい、ダンスを3人で披露されて、かなり の曲数もですね、こなされて、最後はこうこの客席に乗り出してみんなも一緒にちょっと踊り出しちゃったりして盛り上がったりは、ね、しておりましたね。日本公演もそのノアフラスタジオの方がタヒチダンスというのを披露してくださって、はい、ちょっとセクシーな感じで、多分ベリーダンスとちょっと似たような感じかなと思うんですけど、ちょっと南国っぽい、ね、腰を振って、はいはいはい、そうなんです。すごい素敵なお姉様方が踊ってくれました。なるほど。まあ、今日はね、入間ケーブルテレビさんからお越しきていただいているということで、はい、何かこう中継とか、はい、なんか収録とかそういうものはあったでしょうか。そうですね、今日の様子は入間ケーブルテレビのニュース入間で放送します、はい、あともう一つケーブルテレビからお知らせがあるんですが、はい、お知らせしてもらっていいですか。ただいまケーブルテレビではスマイルフォトコンテストという名前でフォトコンテストを開催しています。もちろん今日のアポポサマーフェスティバルの写真ですとか、または夏休みの思い出の写真をどんどんお寄せください。グランプリには賞金3万円を差し上げています。3万円、そうなんです、ね、現金で3万円お渡ししています。ぜひですね、皆さんご応募ください。詳しくは入間ケーブルテレビのホームページをご覧ください。はい、撮った写真は本人にちゃんと許可を取ってから送ってくださいね。ちなみにこちらで入間ケーブルテレビさん見れる環境の方ってどのぐらいいらっしゃいますか。あ、ちらほらちらほらいらっしゃいますね、はい、ありがとうございます。期待をして、ちなみにフォトコンテストはご加入者様じゃなくても入間市にお住まいの方なら送れます。なるほど、はい、まあ、今日は来ていらっしゃってる方は、まあ、入間市民じゃない方も ね、たくさんいらっしゃると思いますのでね、はい、まあ、そういった方もチャンスがあるということでよろしいですね、はい、ぜひぜひどしどしご応募ください。わかりました。ではですね、引き続き、後半ですね、パシフィックショーケースさんのジャズをまた、お楽しみに、いただきたいというふうに思います。まあ、残り、まあ、40分ですね、ほどになりますが、引き続き、お楽しみください。では、まだね、お店等々もやってますので、買い物等、また、まだまだ夜とはいえですね、熱中症、脱水症状等も懸念されますので、水分は十分にとって、ぜひともお楽しみください。それではまた引き続きよろしくお願いいたします。